大相撲夏場所、東京、両国国技館で29回目の優勝を果たした横綱白鵬、宮城野が26日の優勝一夜明け会見をキャンセルする異例の事態となった。関係者が先週楽の深夜まで説得を試みたが、白鵬本人が最後まで拒否する姿勢を崩さなかったという26日午前の時点でも状況に変化はなかった。 日本相撲協会は本場所の優勝一夜明け会見を公式行事の一部と位置づけており今後は厳重注意などを受ける可能性もある白鵬は優勝に王手をかけた14日目の取り組み後も報道陣の問いかけには無言千秋楽は大相撲を中継する NHK の優勝力士インタビューには応じたもののその後の囲み取材では報道陣に対応をしなかった いずれのケースも「取材拒否」の理由は不明今後の動向が注目される。